はい、国風香川たまも商品盆栽会の、3月の定例会ですね。ウグイスカグラですね。古いですね。もともとね、古木感のある木ですけどね、古いですよ。これはですね、刺して2年目ぐらいですって。雲龍のボケですね。はい、勝手に木が曲がってますね、雲龍でね。これが楓ですね。これももう持ち込んで20年ぐらいですね。あとこれが、土佐水木じゃなくて伊予水木、日向水木ですね。やっぱり商品はこの伊予水木の方がいいですね。はい、これが、雪柳ですね。強いね、樹種ですけどね。でこちらは楓とモミジですね。はい、太いですね。まあ何ちゅうんですかね、こう晩婚気味みたいなね、下がありますね。こんな大きさですね。会長おすすめの樹種、もみじ楓を作りましょうという今回のテーマですけどね。はい、いいですね。感じです。はい、OK。 木節、今の時期ですね。はい、あとこれは、挿し木で作られた椿ですね。これは出雲大社ですかね。はい、こういう感じです。